小泉と前家で赤根 250cc です。お願いします。ありがとうございます。いや劇場メンバーにね慣れたということで、はい、嬉しい限りなんですけど、うん、まずコンビ名の由来ということなんですけど、はい、僕がですね個人的にどうしても空の雲っていう感じをコンビ名に入れたいということで、最初茜雲にしようってことになったんですけど、はい、茜雲ってちょっと東京の方とかにもちらほらいてるみたいです。ちょっとかぶりが多い可能性があるから、うん、ちょっと他の名前をって考えて、なんでかわかんないですけど雲を抜いて茜残しになって、で茜の後に何つけようって考えてた時に、なんかバイクが通ったんで、うん、茜 250cc って言ったら前傾がいいですねってなったんで、はい、それにしました。僕ら二人とも免許はないんですよ。あ、そうなんですよ。無免許で運転乗らせてもらってます。はい、はい、特技をね披露する時間をもらえるということなんでね、はい、僕ラップをやってまして、まずこうアルバムを2枚出してまして、 CD で、でこうラップのバトルの方も2年連続西日本ベスト4に入るぐらいね、こうラッパに混じってもそのぐらいちょっとラップが強いので、今僕が漫才劇場でもしかしたら一番ラップがうまいかもしれない、かもしれない、ね、これはね特技で言えると思うんですよ、うん、で、はい、僕に関しては将棋が2段ありまして、うん、こう劇場に入ったことによって劇場で一番将棋が強いかもしれないっていうポジションに今いるんですね。ダンで言ったら一番強いんじゃないですか。ダンで言ったら一番強い、はい、あとは実戦で全員を倒していってちょっと証明するしかないんですけど、うん、なるほど、そんなね2人の特技をちょっと見てもらいたいということでね、はい、前家がなんとお題を適当に3つぐらい単語振ってもらえたら、はい、即興でラップ返します。はい、即興ラップをね、で、うん、でそれが終わった後に僕がめちゃくちゃいい音で将棋の駒打ちます。いいのそれでパーンっていうね、これ段階とできへんからそうだ、これで実力見てもらおう。その音で将棋うまいなってなってくれるんかな。なる、なります。僕ら2人の特技をね、はい、見てもらう、見てもらいましょう、はい、ちょっとねお手伝いしてもらうということで、はい、スタッフさんにね適当に3つぐらいお題もらっていいでしょうか、はい、メガネ、メガネ、バイク、バイク、吉本万丈、吉本万丈、はい、むずそう。それではまず前傾お願いします。イエー、最初にもらったお題はメガネ、俺可愛い女の子にメガネ、その女の子に痴漢いやん、なんて言われたら女の子から俺に手が出るぜ。そしてこのままイエー、アカネ 250cc、 アカネ 250cc、 つまりバイク、でもラップの時握るぜマイク、俺らが生えた吉本漫才劇場、このままラップしたら犯罪激増するわけにはいかねえけども、俺らのアップトゥーユーから上がってきたぜ、赤に 250cc チェックディスナー。ちっちゃいラップすごすぎて手が震えたミスられねえ。ありがとうございます。僕らですね、はい、普段ネタで、うん、発見していくっていう漫才をさせていただいてるんですけど、はい、それのですね今日はショートバージョンのショート発見っていうのを見てもらおうかなと思ってるんですね、はい、なのでいきます。ショート発見、はい、時代劇。なあそっち良いではないか、良いではないか、おやめください。悪大官様、悪大官や、良いではないか、良いではないか、悪大官様、悪大官様、悪大官、悪大官って言われるの嫌じゃないんだ。発見やな。はい、5年後の自分へのメッセージということで、はい、もう頼むから、もう売れててくれ、頼むから。5年後な、5年後、確かに売れててほしい。で、まあ僕ら先輩後輩コンビで組んでいるんですけど、めっちゃ仲いいんですよ、うん、はい、もうやっぱ5年後もね仲いい感じで追ってほしいなっていうのは。あ、そうですね、そのままのね感じでね、この5年後にこの動画見て、あの時は仲良かったなって、あの時は良かったなって思うのもな。そうそうそう、そうやな、それが嫌やな、一番嫌なんで。仲いいままでいきたいな、はい、仲良くしといてください。お願いします。ちょっと俺の5年後の自分への一言、はい、いきます。5年後の俺、彼女できててくれ、頼む。こっから5年彼女おらんのは嫌や、彼女できててくれ。はい、できなさそうですね。できなさそう、こんな必死なやつは。そんな顔ばっかり、こんな必死なやつは彼女できへんねん。知ってんねん、分かってんねん、それは。こうご期待ですね。こうご期待、5年後に。はい、最後の一言ということなんですけども、いはい、僕たちねせっかく所属させてもらったんで、はい、この動画見てくれてる皆様、うん、ぜひ赤い 250cc をこれからもよろしくお願いいたします、はい、お願いします。
応援してください。ありがとうございます。